ブレット・デビアスは、アメリカ合衆国のプロレスラー。WWE の下部団体、FCW に所属していた。祖父は元アウィ世界ヘビー級王ジャイアン、マイク・デビアス。ミリオンダラーマンこと、テッド・デビアスの息子で、マイク・デビアスとテッド・デビアス・ジュニアの実定である。2008年に WWE と契約し、FCW でトレーニングを開始。デビュー間もないながらも、シェーマスや、 ドルフ・ジグラーなどの胸を借りて試合をこなした。2009年に FCW のテレビマッチに登場。8月には RAW に昇格したが、試合はできず、バックステージのみの登場で終わってしまった。しかし、兄である、テッド・デビアス・ジュニアと共演を果たす。FCW に戻った後は、カート・ヘニングの息子であるジョー・ヘニングと組んで2世位、レスラー・アタックチーム、フォーチュネート・サンズを結成。 FCW フロリダタッグチーム王座を獲得した。2011年には、ラッキーキャノン、マキシンとユニットを組んで、ボールトンドと構想を繰り広げた。5月にはリリースを発表されたが、数日後には、レフェリーとして登場。しかし、以前より故障していた膝の怪我がひどくなっていたため、自ら対談を申し出て、リリースが確定した。ありがとうございます。